はい、ということで今日もポケモンやりましょう。はい、ということでサブがね、全クリしたらしいんですよ。おお、いいじゃん。36時間って言ったかな。地獄じゃん。いや、今日に関してはボス戦までいけるかもわかんないもん。二つ目か、二つ目の島、アーカラ島。勇姿見ててくれ、みんな、うん、みんなカンティア最近出てないけどね、うん、ここには出てくるから、たまにはね、心にいるから。おい、こいつかわいすぎるね。こんなタイプヌルっていう、なんかもう結果は83です。やめなほうがいいです、たぶん。追い打ちかけられるぞ。いや、いじめられてんじゃん。いや、絶対その答えは93です。いや、だから同じのやんないで、マグニチュード攻めてさせて。終わった。どうすんだよ。いや、なにあいつ、無理じゃん、ポケモンじゃないじゃん。いや、スプーン曲げんぞこいつ、見て、すごいぞ。そのスプーンじゃないんかい。そっちのスプーン、持ってるスプーンはそのまま。はい、結果は9です。お前テレポートするんかい。そりゃそうだ、ゲーム上許されないだろ、ゲーム性として。この場から逃げんの。じゃあトミーお願いしますよ。いけ。結果は95。チャームボイス、でーん、バーン、消えろ、なぁ、一回やろ、耐えろ、一回やろ、耐えろ。はい、その答えは15です。15多い。いや、勝った、勝った、勝った、絶対に勝った。オッケー、よし。お前だけレベル上がるな。本当に。まあまあまあ、生きてるからね。うん、あ、これで試練に挑めるようになったみたいですね。いや、試練今からか。やば、こいつら見つかんなよ。だってもう手持ちいないよ。え、やばいやばいやばい、 こいつらに出会ったら俺終わっちゃう。だから見つかんないように歩けって。絶対だぞ。範囲に入って、範囲に入ってなって。だから。すごいスピードで行くわ。いや、そういうのじゃないな。おお。まあ日をまたいで、ボスを今から倒します。行きましょう。はい。もうトミー画面見ないっていうね。ん？ポケモンじゃなくてシリやる人になってるっていう。確かにな。ここですね、こっちですね。ねえ、この辺り？雷が鳴り出した。ラプラスが怯えているようだ。来ますね。手持ち俺どうしたっけ？ボス？すごいのできたな。最悪だわ。主出てきました。弱しって書いてあるのにこれなんかすごいの。違うんだよ、弱しって体力マックスの時こうなんだって。へえ。結果は6です。20レベルだぞ、勝てないんじゃない。あ、鳴き声全然弱い。はい、答えは89です。仲間呼びあった。来ない。弱い数字が。これやばいな。89、うん、チャームボイス。スピードは勝ってんのね。うん、まああんまだな。答えは90です。された。やばいね。サブがやられた時点でまあ負けみたいなもんのかな。いや、こういうのあったら大丈夫。減るね、減るね、いいね。
勝てなくね、じゃあ急所に当たったじゃん。じゃあもう P さん行くしかないよ、うん、で、電気ショック出す、で、話早い。乱数ジェネレーター結果は87です。8じゃないんかい。いや、天使のキスかい、当てんな。よし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 、結果は35です。未来が怖くしかないわ。やば、終わったわ。絶対無理じゃん。頼むぜ。結果は12です。あ、マグニチュードじゃない。だとすると怖いな。よし、答えは1です。おおい、どんだけ自信ないんだよ。誰だよ、なんか食ってんな。めっちゃ食うじゃん。乱数ジェネレーター、その答えは18です。マジやめて、マジやめて。鬼強いじゃん。マジで終わった。あいつ出てきた限り勝てねえわ俺らは。うん、嘘でしょ。いいね、破壊光線とか出る、破壊光線とか出る。お前マジ意味わかんねえよ。でも終わったわ。お前も攻撃すんだ。もうあとはうちのキイチしかいませんよ。はいはい。きついな、きついとこ来てんな。要は初めだけなんだよあんな簡単なの。うん、もうこっからは前と一緒だよ。運いいとこまでやるしかないやつだよ。うん、で今作の難しいとこが、相手のボスぐらいのレベルまではレベル上がるんだけど、それ以上は上がりづらいんだって。うん、来たな。おかしいもんな、目が魚って。いや違う、多分だから弱しなんだよあれは。スイミーと一緒だよこいつ。ああ、そうなんだ。集まってそうなってるってだけ。へえ。じゃあもう最初から助け呼んでんじゃんこいつ。もう初期からな。乱数ジェネレーター、答えは79です。チャームボイス悪くないですね。相手が仲間誰呼ぶかだね。まず弱しのうちはまだいい。チャームボイスあれしか聞かねえんだもんな。結果は38です。誰を呼んでるかな。あ、いいねいいね、悪くない悪くない。でもチャームボイスとか両方にやっちゃうから。いいねいいね。でアクアリングすんな、回復すんでこいつ。やべ、バケモン来てる。その答えは99です。見ててみ服装。いやー、聞いちゃってるな、あっちに。あっちに聞くんだよ。うん、耐えた。めっちゃ、しかもあいつ、こいつ鍵回復すんだよ、2持ってっから。やべえ。はい。結果は87です。やばいな。身食わせるとこまでは削りたいな。うん。お前、急所に当たるんかい。あ、身食った、身食った。これがもうこいつのマックスですよ。答えは10です。鳴き声いいね。終わったわ。こっからピチューがどんなに検討するか。結果は12です。オッケー、頼むよ。これ受けなかったらどうする。いや負けだよね普通に。そしたらあんま聞かないんだよな。うわ、ダブル、
これがやばいんだよ。耐える意味ないじゃん。希望ついえたわ。おー、ええー。こうなってくると、あとはもう、カンティア。うん。ヤンキーだな、相手。でも、2-1やってきてるからヤンキーだけど。カンティア、カンティア行こう。2-1でやるだろ、ヤンキー。やるな。答えは18です。いいね。これが何出るかだよ。うん。いいねー。おー、8。カンティア、いい仕事すんだよ。いや、そういや、あいつ殺しちゃったらやべえんだったわ。うん。うわ。顔面に当たったじゃん。どうかな。顔面しかないしな。そいつ。ティッシーとかいていいと思うんだけどな、それ。一発食らわせるんだよ、絶対。答えは58です。何の意味があるんだよ。急所当てた。いいよ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 。もう一回できる。答えは11です。11なんだ。あ、悪くない。食らったな。おー、耐えた。すげえ。答えは19です。赤色まですりゃね、弱くなんだこいつ。スイミーと一緒だから、うん、集まってんの。あともう一発だな。いやー、まあ無理だな。次エコーボイス出たら終わる、うん、サブ出して全体攻撃出たら向こうが死んじゃうからね。それかトミー出しといて、うん、お、あ、もう弱くなりました。おー、なるほど。あ、答えは25です。オッケー。どうする。うわ、ここに来てストップかい。体力あるし。もう一回いこう。答えは66です。お、いいの出たんじゃない。あいつ着々と元気になってるな。お、とりあえず右の主を倒そう。決めろ。決めた。お前の経験値すげえじゃん。呼ばれたやつかわいそうだな、お前。これ一人で戦えないから度胸なくて。弱いしな、うん、絶対に主を。強そう。はい、結果は85です。あ、普通に間違っちゃった。ハッピータイムだ。まあ、ハッピータイムではあるけどな。後ろで音楽流れたまんまなんだ。はい、答えは33です。あ、頼むよ。これで超いい技出したらかっこいいな。何してんの。はい、答えは70です。やられるんじゃない。いいよ、別にやられても。かわいそう。少なくともお前の名前はついてんのに。だって別にこいつやんない方が早いじゃん。まあまあまあね。早く負けろよ、ほんと。サブで行った方がいい、絶対。このまま、でも分かんないからね。負けるとき負けるからね。粘っとかないと。答えは26です。水鉄砲、うん、大丈夫だよ。結構受けるんじゃないかな。
すごいな。ほら、もう勝ったわ。答えは1です。1、はたくか。今0出たら違ったな。決まった。でも全然0出ないね。確かに。いいね。はい、オッケー。急にこっち見たら、やっぱサブだよ、優秀なのは。そうだね、間違いないわ。他のやつ信用できない、うん。出発したもん。よかったよかった。来た。3つ目。やっと3つ目ですね。今回のポケモン長いらしいからね、地道にやっていきましょう。はい、ということで、はい、まあ頑張りますよ。はい、ちゃんと絶対全クリしよう。まあでもみんな見てるからね。そうそう、たくさんの人が、うん、これでポケモン、逆にこれ以外今作見ないって人もたくさんいるからさ、うん、みんなで一緒に最後ね、最後四天王みたいなの倒して行きたいから、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ次回も、はい、お楽しみ。はい、シリポケね。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.